んなやり方聞いたことありません。本当にノウマン大佐のご命令で？じゃなきゃなんで私こんなことさせられなきゃならないの？いい、お願い。脈拍安定しました。ありがとう。あとはいいわ。あ、はい。お目覚め？2ヶ月も寝てたのよ。ヒゲは剃らせてもらったわ。エイダ、お願いね。不本意ですが。どこだ、ここは。火星の玄関口、ダイモスステーションの中よ。具合はどう？吐きそうだ。死ぬよりマシでしょ。俺、死んだんじゃないのか？死んでないわ。心臓も肺もないけどね。じゃあ死んでるだろ。いいえ、ジェフティーに乗っている間は生きてる。ジェフティー？あなたは今、失った心肺機能を機械で補ってるわ。その動力はジェフティーから供給されてるの。あ？ジェフティーを降りたらバイタルへのエネルギー供給が断たれる。つまりあなたはジェフティーを降りたら死ぬのよ。冗談はやめろ。試してみたら？しやがった。仕方ないでしょ。狭いコクピットに装置が全部入らないんだから。頼んでねえぞ。言ったでしょ、助かりたかったら私に協力してって。知らん。いつだ。死ぬ間際よ。知らん。命を助けてあげた上にクルーの目を盗んで2ヶ月も看病してあげたのよ。もっと感謝してくれてもいいんじゃないの。指揮者、まともなバイタルをつけろ。全部終わったら元通りきれいに直してあげるわよ。だから私の言うことを聞いて。あげるな。なぜ俺がバフラムに。私バフラムじゃないわ。何？その反対、連合宇宙軍よ。私はケン・マリネリス。バフラムには任務で潜伏してる。なんだと？いちいち驚くわね。当たり前だ。時間がないって言ったでしょ。こっちだって趣味でこんなことやってるんじゃないのよ。まずダイモスを脱出して、話はそれからよ。こんな場所で長話してるのがどれだけ危険か分かってるでしょ。死人には分からんね。あなたはまだ生きてるわ。ノーマンもまだ生きている。仇を取りたいでしょ。あいつは仲間を殺した。私も目的は同じよ。あなたの悪いようにはしないわ。一つだけ教えてくれ。何？今年の優勝はヘスペリア・ゲイルズだよな。ちょっとふざけないで。大真面目だぜ。どうなんだ？火星は今それどころじゃないわ。射出するカタパルトよ。先に進めば外に出られるわ。今衛星ダイモスはバフラム軍の管理下にある。
地球から来た連合宇宙軍の援軍部隊を片付けるのに無人機が巡回してるわ。ダイモスがバグラムに。ダイモスだけじゃないわ、火星ももう一つの衛星フォボスも。火星圏は全部バフラムの統治下に落ちた。ノーマンのお手柄でね。ひでえことになってやがる。あってはならないことが起きてる。カタパルトの情報はエイダに聞いて。メタトロン
注意してください。無視しろ。繋いで。こちらテイバー、貨物通路のカーゴに閉じ込められてる。救助を求む。エイダ、回線は？連合宇宙軍のものです。話を聞いて。テイバー、聞こえるか？こちら、こちらヘンリー G、 どうした？ヘンリー G、 連合軍か？ああ、そんなもんだ。助けてくれ。部隊の仲間がみんなバフラムにやられた。俺も視線制御をやられちまったし、今どこにいるのかもわからねえ。それじゃ助けようがない。頼む、重要な任務の途中なんだ。重要な任務？火星の仲間の援護だ。誰が援護するって？ベクターキャノンを奪ったままバシリを出られない連中がいるんだよ。ベクターキャノン？リンゴ、助けてあげて。私たちにもそれが必要なの。どうだかな。協力しないとエイダにエネルギー供給を断たせるけど。なんだと？エイダ、わかったよ。テイバー、これから救助に向かう。そこ動くな。今コンテナの中に隠れてる。
おっかなくて、近くで銃声がしただけで震えが止まらねえんだ。エイダ、信号の発信地は特定できませんが、通信手段から考えて相当遠くはありません。テイパーはコンテナの中、近くで銃声がしただけで震えが止まらないと言っていたが、コンテナにあまり大きなダメージを与えると破壊してしまいます。注意してください。分かってる。ショットで軽くノックしてやるだけだ。使用してください。
イパーだな。ヘンリー・チーカー。ああ、そうだ。助かったぜ。ご苦労だ。違う。オービタルフレームだが、バフラムじゃない。おい、鬱陶しいこと言ってると置いてくぞ。所属はどこだ。助けてやると言ってるだろ。わかった、助けてくれ。リンゴ、彼の任務を聞いて。うるせえ。火星のバシリアカウンティに残された連中を助けなきゃならねえんだ。敵基地の防衛機構を突破する兵器を手に入れた後、身動きが取れなくなってる。それがさっきお前が言ってたベクターキャノン。俺たちが勝つためにはどうしてもこいつが必要なんだ。だからあいつらを助けなきゃならねえ。助けるってそんな調子でどうやって。そういう任務なんだ。くだらねえ。火星行きのシューターまででいい。火星に着いたら連中の場所はわかる。シューターまで掴んで運んでいけっていうのか。その通りだ。行くぞ。リンゴ連れて行って、彼にバシリアのレブ隊まで案内してもらいましょう。役に立つとは思えないがね。バフラムの軍事要塞を落とさなきゃならないのは私たちも同じよ。その兵器が必要なの。軍事要塞。軍事要塞アーマン。アーマン。そうだヘンリー G、 オービタルフレーム用のプログラムを手に入れたんだ。中身はよくわからねえが、ありがたく使ってくれ。サブウェポン、ゲイザーのデバイスドライバーを取得しました。敵機の動力系に作用し、その動きを一定時間拘束することができます。サブウェポン。サブウェポンは特殊な効果で通常攻撃をサポートします。L1 ボタンを押しながら左スティックの上下でサブウェポンを選択、丸ボタンで使用できます。なお、サブウェポンは使用するごとにサブゲージを消費します。残量に注意してください。エイダ、テイパーのレブを掴むにはどうすればいい。L1 ボタンを短く押してサブウェポンをグラブにした状態で掴みたい相手の前で丸ボタン、離したいときはもう一度丸ボタンです。了解。現在位置をマップで確認してください。マップ、現在のミッションの確認などはスタートボタンを押してメニューを開いてください。まだ行かねえのか。
従わせて同時に攻撃を行ってください。 ETR 反応消失。火星での任務はお前と近いものになりそうだ。無事向こうに着いたら連絡する。助かったぜ。ああ、火星では俺の足手まといになるなよ。そりゃお前だろ。さて、じゃあ俺は一足お先だ。おい、火星は今どうなってる？ん？どういう質問だ？戦況は？あんたも知ってるだろ、話したくもね。そうだ、それであんたの任務って？急げ、敵が来た。邪魔だ。
ったようには見えないぜ。なんだ。バイオラを相手にはしたくねえ。行くぞ。ありそうだ。まもなく着地点です。火星地表面に着地しました。位置を確認。マルガリティフェル西端、バシリア領との州境です。リンゴ、まずバシリアカウンティの中に入る必要があるわ。待て。現在地教えて。それからエイダにバシリアまでの最適なルートの選択を。待てよ。何？一体どうなってる？そこら中焼け野原だ。兵器地でご隠居してたあなたは知らないと思うけど、ここ半年で火星の事情は大きく変わったわ。詳しく話せ。長くなるわよ。ああ。寝ないでちゃんと聞いてね。早く話せ。半年前、バフラムが火星各カウンティの武力制圧を開始したの。地球の圧政に対する火星解放の動きがついに表面化した。あなたの時代と違って今バフラムの戦力は圧倒的よ。連合軍は必死の抵抗したけど、戦争ってほどのものさえ起こらなかった。火星圏がバフラムのものになるまであっという間だったわ。一月前、追い込まれた連合軍は最後の賭けに出た。火星に残った全勢力でバフラムの拠点バシリアカウンティを襲撃したの。無謀だ。そう、結果は見えていた。連合軍は壊滅状態。敵地でチリジリになった残留兵の命も時間の問題よ。だけど収穫はあった。テイパーの言っていたベクターキャノンか。ベクターキャノンは空間圧縮によって高エネルギー波を打ち出す兵器。敵要塞アーマーンの外部シールドは空間圧縮による質量の断層を作って外部からの攻撃や侵入を防いでいる。ベクターキャノンはそれを無効化、貫通できる唯一の兵器なの。ウーレンベックカタパルト、オービタルフレーム、ベクターキャノン、メタトロンの恩恵が。新しいおもちゃをすぐ軍事利用したがるのは人類の悪い癖ね。ところがベクターキャノンを手に入れた部隊はバシリアの中で消息不明になってるの。ダイモスで会ったテイパーはそれを回収しに来たんだわ。それがなぜそんなに重要なんだ。リンゴ、アーマン計画は。名前だけはな。リコア・ハーディマン博士が健在の頃。ノーマンの親父だ。博士亡き後、計画の指揮は息子のリドリー、つまりノーマンに引き継がれた。それから計画は本格化したの。アーマーンは膨大な量のメタトロンを使用した桁外れの破壊兵器を備えた軍事要塞よ。これが実現したらもう地球側の連合軍がありったけの援軍を送っても想像できる。地面にあんな大穴を開けたアヌビスの何万倍もの破壊力を。そんな兵器があるならなぜノーマンはジェフティを欲しがった。アヌビスとジェフティもアーマン計画の一端で開発されたのよ。どういうことだ。この2機はアーマン指導のキーとして作られた。ハーディマン博士がそう設計したの。アーマンを動かすこともそして止めることもこの2機にしかできない。ノーマンがアヌビスを手に入れた今、もう1機は邪魔だ。手元に残すか消
ておきたい。ただでさえアヌビスとジェフティは同等の能力を持った機体よ。アヌビスの技術研究がバフラムの戦力を格段に引き上げた今、その力に対抗できるのはジェフティくらい。それで俺をこんな目に遭わせたわけだ。そんなに感謝しなくてもいいわ。火星のテラフォーミングは完全じゃない。戦場にするには脆すぎる。数年前、火星のタカハが中心になって地球を襲撃する事件があった。でも火星の別勢力が介入したことでそれは失敗に終わった。そこでバフラムは学んだわけ。地球襲撃の前にまず火星を武力で押さえつけ足場を固める必要があるってね。連合軍は戦力ではもうバフラムにかなわない。アーマンが睨みを聞かせている火星に地球側は近寄れなくなるわ。地球も火星に偉そうな口を聞けなくなるか。地球も火星もアーマンにひれ伏すことになる。ノーマンにね。アーマンはバシリアの中か。アヌビスもノーマンもそこよ。アーマンはもう始動準備に入ってるわ。あの野郎はご機嫌だろうな。ねえ、私たちはアーマンをノーマンを止めなきゃならないわ。あなたも私たちも目的は同じはずよ。悪くない協力関係でしょ。断ったら俺のバイタルを止めるんだろ。あなたにはやらなきゃいけない義務があるわ。俺は火星も地球もどうでもいい。ノーマンをぶちのめすだけだ。お前らだってバフラムといい勝負だぜ。まさか自分たちがいいもんだなんて思ってねえだろうな。お話の途中ですが、上空に未確認機接近しています。おい、じゃあそういうことだ。切るぞ。あ、ちょっと気分悪い。とっとと片しまおう。フレームです。
だね、エイダ。分かってくれたんだ。はい。以前登場したランナーとデータが一致しました。相変わらずだな。お前がこの機体の持ち主か。ああ、そうだ。なぜジェフティをカリストに捨てた？捨てたんじゃない。エレナさんが勝手に。エレナ？あんたには関係ない。早くジェフティを降りてくれ。ジェフティを降りる？勘弁してくれ。死んでも降りるわけにはいかねえぞ。なんでだよ。あんたには関係ないね。ジェフティをどうする気だ。高く売れると思ってね。アーマーへ行くのか。エイダ、答えてくれ。アーマーへ行くんだろう。だったら何なんだ。エイダはジェフティをアーマーで自爆させる気なんだぞ。本当か。本当です。ちょっと待て。
それどういうことだ。一体誰の命令だ。プログラムの根幹に根ざすコマンドです。根幹に根ざすだ。おい冗談じゃねえぞ。誰がそんなことさせるか。おいエダ、絶対にさせないからな。あなたまるで自分のことみたいに心配して。自分のことなんだよ。これは私に与えられた存在する意義なのです。バカかお前は。理由も知らないでなぜ身投げなんかできる。理由は不要です。わかった。俺がアーマンをぶっ潰す。そうすればお前も自爆のしようがない。そうだな。どっちにしろアーマンは消滅、お前は生き残る。それでいいじゃねえか。てめえの存在意義なんてその後でゆっくり考えろ。ですがあなた名前は。うせえ、リンゴだ。リンゴさん、悪いけどアーマンを破壊するのは僕だ。何？ジェフティーをバフラムの手に渡すわけにはいかない。渡しゃしねえよ。ジェフティーを失いたくないんだ。俺に任せろ。お前がお家で宿題でもやってるうちに終わらせてやるぜ。わかりました。僕はバシリア内に残された連合軍の救助が済んだらアーマンに向かう。もし僕が失敗したらその時はお願いします。おい、エイダに戦わせたくない。僕がケリをつけたいんです。なぜ？エイダのために。面白いやつだな。そうだ、これを持って行ってください。サブウェポン、ガントレットのデバイスドライバーを取得しました。物理衝撃で敵を遠くに突き飛ばすことが可能です。ガントレットで突き飛ばした敵を壁にぶつけることができればダメージを二重に与えることもできます。わかった。リンゴさん、アヌビスには。ああ。あいつにだけは気をつけてください。いくらジェフティでも。心配するな。お前の大切なジェフティは無事に返してやる。あなたの腕は確かだった。その腕を信じます。なんだ。バフラムの護衛艦隊です。バシリア上空を巡回し外部からの侵入を防いでいます。さっきのレオは大丈夫か。捕捉されていません。上空は厄介だな。特にジェフティみたいなお尋ね者はつつましくしていた方が身のためよ。いずれバレる。ノーマンの耳に届くのは遅い方がいい。じゃあこれからの行動を説明するわね。バシリア内部には南側のゲートから入ることができるけど、まずゲートのロックを解除する必要があるわ。ゲート左右にある2つの施設を破壊してゲートからバシリア領地内に入って。2つの施設を破壊、ロックを解除してからゲートへ向かうか。そう、連合軍が攻め込んでから領地内の警備が強化されてる。気をつけて。あ、私もこれからダイモスを出て火星に向かう。着いたら連絡するわ。ダイモスのクルーが怪しみ出してる。お前をか。いい気味だ。もっと協力的になれないの？そのつもりだぜ。噂は当てにならないわね。あ？なんでもない。じゃ。ゲート前の渓谷に通じるルートがあります。位置はマップで確認してください。マップはスタートボタンで確認できます。